初めてグリモアを手にしたのはあの塔でだった。銀の生態の塔、漆黒の森を抜けた辺境に今では有名になってしまったその塔はある。あの場所で過ごしたとても長い5日間を私は生涯忘れることができないだろう。私はリレブラン、その塔にある魔法学校の生徒だった。良い星回りじゃ。待っておったよ、リレブラウ君。ドラゴンに乗るのは初めてかね。この辺境に至る道は険しいので仕方があるまい。ドラゴンの恐ろしさよりも興奮で胸が張り裂けそうです。魔王退治で高名なあなた様に招かれるなんて感激です、ガンメルトラスク様。この塔がいかなる場所か君は知っていよう。各地から才能のある子供が選ばれ招かれる。我ら年老いた魔法使いの後継者となるべく知識を学ぶために。では私をあなた様のお弟子に？そんなに肩に力を入れずともよい。ここでは生徒と先生じゃ。単に先生と呼びなさい。良き教師として君を導けるよう努めよう。本当に夢のようです。ここには高名な魔法使いの先生方がおる。好きな先生について勉強に励むがよいじゃろう。講義は君たちが望んだ時に行われる。何事もせいてはいかんのでな。では君の部屋担当の世話役を紹介しておこう。ガフだよ、よろしくな。かわいい。エルフですね。私見るのは初めてです。かわいいだって？そんなの嬉しくもない。オイラを形容するならかっこいいだ。ほら。ええ、かっこいい。私はリレブラウ、ともかくよろしくね。明日からおいおいここに慣れるといい。彼に君の資質を準備させておいた。まずは長旅の疲れを落としたまえ。はい先生、明日からよろしくお願いします。では失礼します。ああそうじゃ、もう一つ言っておかねばな。夜は絶対に部屋から出てはいかんぞ。ようこそ。あなたが新入生ですわね。はい、リレブラウと言います。着いたばっかりです。よろしくお願いします。あらら、固くならないでくださいな。実は私もまだここへ来て半年なのですわ。私はマルガリタ・フローズン。頭の上のこの子はスカイマのシャーリーよ。よかった、同じくらいの年の子がいて。こんな遠くに一人っきりで少し不安だったの。じゃあ今から友達になりましょうね。部屋に荷物運ぶんでしょ？手伝いますわ。うん、ありがとうマルガリタ。あなたの部屋、私が前いた部屋なんだけど、床板が新品のくせにちょっときしむんですの。あなたも先生に文句言って早めに部屋を変えてもらった方がいいですわ。でも私、自分だけの部屋って初めてなの。どんな部屋でも嬉しいわ。そう？でも絶対文句言った方がいいですわ。どうせそこら中部屋は余ってるんだから。確かにどこを見ても通路と扉だらけで、すぐに迷ってしまいそう。あなた南部の方からいらしたのでしょ？町が賑やかで楽しいって聞いていますわ。私の家は田舎だし、面倒を見なくちゃいけない弟が3人いて、町には行ったことがないの。そういうあなたはどこから来たの？辺境によくある保守的な町ですわ。危ないところをガンメル先生に救い出されたのです。ここは退屈で寂れたところだけれど、
火炙りにされる心配がないからいいですわ。そうだったの。ここを卒業して名の知れた魔法使いになれたら王宮にも出入りできるそうだし玉の輿もあるかもです。私も頑張ろう。弟たちのためにも立派な魔法使いになって帰らなきゃ。おい、どこ行くんだよリレー。え、ちょっと夜風に当たろうかと思って。はあ、先生が出るなと言ったことを忘れているな。お前意外と早死にするタイプだ。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回ることがあるんだ。そうだな、あれは今夜みたいに静かな夜だった。ある男がそこの廊下で魔女に会ったのは。どうなったの。魔女に連れて行かれちまったんだ。ここの先生方もその霊には手を出せなかった。ここからが怖いところさ。そいつは3日後そこの廊下で無残な姿で見つかったんだ。なんとその顔は親だって見分けられないほど。誰かしら。まさか魔女の霊。マルガリタの声だわ。大変、はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。お前も長生きしそうにないタイプだな。きっと魔女に捕まるまでわからないのさ。ほっといてよチビくん。夜の散歩をしたい時もあるでしょ。何にせよ無事でよかったわ。でもそんなに危ない幽霊なら先生たちがどうしてやっつけてはくれないのかしらね。なかなか寝ないで悪さばかりしている子供相手にはちょうどいいよ。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんねリレー、助かりましたわ。私、夜の散歩はやめておく。あなたも気をつけて、その方がいいわ。ありがとう、そうしますわ。まっすぐ自分の部屋に帰って寝ますとも。やるぞ。罠を取り巻く世界には特別なルールがあることを学ぶと同時に、魔法使いはそれらを正しく扱う技術を鍛錬せねばなるまい。魔法は超自然的な力に働きかける方法を指す。その手段として精霊の力を用いるのじゃ。森に住む小柄なエルフは精霊の中でも特に人間に友好的じゃ。彼らは気まぐれで悪さをすることもあるが、良い隣人と呼ばれ古くから親しまれている。まず彼らの力を借りることが魔法使いとしての第一歩となろう。では奥の扉へ。実際に魔法を使ってみよう。勤勉なエルフたちの中に魔法使いへの協力を惜しむ者はいまい。よろしくエルフの友人。クリスタルは魔力の源、マナの結晶した物質。エルフたちがマナを取り出して魔法陣へと運べば、魔法使い自身の魔力となるのじゃ。さあ、彼らにお願いしてみたまえ。運び先の魔法陣さえ教えてくれたら、クリスタルからマナを運んでおくよ。よし、集中するのよ、リレ。
いでなさい。お呼びですか？魔法陣を扱うにはとにかく魔力が必要じゃ。自分の残りの魔力に注意せねばならんぞ。では10人のエルフをここに招いてみたまえ。できたようじゃな。忘れぬように。これは初歩的な魔力確保の手順じゃ。こんなとこかしら。もういいだろバティド、僕に構わないでくれ。どうしちまったんだよ。おかしいぜハイラム。まるで顔色の悪いあの魔女先生に生き血と一緒に魂を抜かれでもしたみたいだ。もう一度言ってみろ。どの口がオパールネラ先生を貶めたのか。えらく入れ込んでるじゃないか。あ、誰だ。すみません、立ち聞きする気はなかったんですが。マルガリタが言っていた新しく来た生徒だね。確か名前はリレ・ブラウン。はい、そうです。あなた方は？僕はハイラム・グリーン、ここの生徒です。どうせそいつもすぐにいなくなるよ。バーティド、そんな言い方はないだろう。そんなに怖がらなくても大丈夫。ここに来た生徒で言いつけを守らなくて行方知れずになる奴がたまにいるものだから。魔女の霊のことですか？彼女も問題の一つだけど、他にもいろいろとね。最も危険なのは知らない扉を開けること。この塔は世界を恐怖させたあの魔王の居城だったんだ。人の行き来しない閉ざされた奥の部屋には未だに彼の魔法がかかった部屋がある。好奇心でうろついたりしない方がいいぞ。まあ忠告しても無駄だろうけどな。すべきでないことをしでかして悔やむ姿が目に浮かぶようだ。僕のことを指して言っているのかい？確かに今の僕は普通じゃないな。魔王の霊でも呼び出してやりたい気分だ。すまないが、そろそろ失礼させてもらおう。ようこそ、そしてよろしく、リレ。こちらこそ。お前さ、俺とどこかで会っていないか。そんなはずはないな、忘れてくれ。そろそろシャルトリューズ先生の実験を手伝いに戻らないと。じゃあな。ああ、そうだ、俺の名はバティド・バランタイン。こっちは覚えておけ。な、何よ、感じ悪いわねあいつ。それでは今日はフェアリーたちの力を借りる魔法を教えよう。フェアリーは空を自由に飛び回り、床や壁を気にせず自由に行き来できる。エルフラと違い彼女たちは実に奔放で扱いづらいと来ておる。
だがうまく刺激できるなら彼女らの魔法の弓は魔法使いにとってとても頼りになるじゃろう。あらまあ、ずいぶんな言い草じゃない？それってわがままってこと？お前たち勝手に出てきたな。うん、仕方があるまい。では実践してもらおう、リレ君。あなたが魔法使いなの？大丈夫かな？あたりには敵対する魔物がおるが心配はいらん。フェアリーの弓は強力じゃ。さあ恐れずに導いてごらん。ずっと下のフロアに仲間が待っておる。クリスタルからマナを集めるためにはクリスタルを支配下に置かねばならない。エルフに指示してクリスタルを妖精の茂みで覆わせるのじゃ。よし、集中するのよ、リレ。魔法陣でフェアリーを呼び出すためにはマナを使って魔法陣を一段階強化せねばならん。やってみなさい。
にフェアリーを呼び出して部屋にいる魔物たちをすべて追い払ってみたまえ。気をつけなさい。妖精たちはあまりやられると気を失って精霊の世界に帰ってしまうぞ。私リレブラウです。あなたも魔法使い見習いですか？アマレットよ。そうね、2ヶ月前からここの生徒をしているわ。私2日前に塔に着いたばかりなんです。これからよろしくお願いしますね。とても健常な肉体。あ、深い意味はないのよ。その笑顔好きだわ。触ってもいい？けど、そう誰でも魅了して回るもんじゃありませんよ。ごきげんよう、いたずら者のおじさま。いつまで私について回るのかしら。用があるならはっきりおっしゃってはどうです？いやはや、あれ以来あなたの具合はどうか。私が知りたがっているのはそれなんですよ。そのおつむから細い暗夜に至るまで肉体の奥はどんな気分でしょうね。見ているだけで猫じみた欲情を催します。我慢という徳目は私の属性にないわけで。やめてください。彼女は嫌がっているわ。出しゃばる女から食い散らかされるのは常だ。そのやぼったい魂を背徳の池に沈めてやろうか。そうやだ、これはいけない。許してくれたまえ。魂のことは田舎風だと訂正しておきます。ほっといてください。あなたは新入生ですね。私は黒魔術の教師アドボカートです。先生でいらしたんですか？教師だけれど敬意が必要かどうかは疑問ですね。何者か説明なさった方がよろしいのでは？お望みなら。あなた方が罪とか破壊だとか要は悪と呼ぶ全てが私の領分になりますな。平たく言えば詰まるところ悪魔なのです。
悪魔って、あの角があって、馬の蹄の。今時は流行りませんよ。ああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。それにしても無粋な連れだ。アマレット嬢、今日もそがれたので出直すことにいたしますよ。言い寄られて困っていたの。あなたのおかげで助かったわ。お礼をさせて。ああ、いえ、そんな。やるぞ。勤勉だね、リレ君。もちろんです、先生。私は家族のためにもどうしても魔法使いにならねばなりません。その無鉄砲な情熱は若さだけの特権じゃ。だが先は長い。かけてばかりではいられまいよ。でも心がせいて落ち着きません。なんだか学ばずにはいられないのです。いや、笑ってすまなんだ。満足するまで教えよう。ここは学校じゃ。学校に悪魔の先生がいるなんて驚かされましたわ。彼のことか。まあ普通は仰天するじゃろうな。だがこれ以上の先生はおるまいて。悪魔に黒魔術を教わるなんて画期的だとは思わんかね。でも悪魔なんですよね。ここでは彼も悪さはできん。紳士を気取った少し変わり者の先生に過ぎんよ。それに風体の変わったというなら他にもおる。いやいや、そりゃそのうちわかるじゃろう。では早速実践に入ろうかの。今日は精霊や魔物から身を守る術を教えよう。タリスマンは妖精たちの聖域を宣言する。精霊の力が宝石に働き、その力で周囲を守護するのじゃ。さあ、自分の魔法陣を守りながら私の魔法陣を壊して封じてみたまえ。先生、では行きます。Thank you.
私に用？エルフ、おいでなさい。私に用？私に用？はい、なんでしょう。声に応えて、フェアリー。私を呼んだ？私に用？飲み込みの早い生徒じゃ。少し早いが次の課程に進むと良いじゃろう。明日はオパールネラ先生に教わるといい。君が訪れる旨私から伝えておこう。こんなとこかしら。新入生だね。驚かしてしまったようだ。錬金術の講師をしているシャルトリューズです。ライオンの先生、かぶり物でなくて本物の？高度な変身の呪法です。そうめったにお目にかかれるものではありませんよ。そうよ、シャルトリューズは美しい青年だったけれど、今は惨めな獣。オパールネラ先生、容姿は本質を見据えるものに意味はないのです。山に降りしいた雪のようなあなたのあの肌、私には大切だわ。見ての通り今は全身ケムクジャラです。あなたの求めるものではありません。あの象牙の人形のようにほっそりとした体、輝くような柔らかな金髪、このゴワゴワとした硬い毛と筋肉質な猫背、どれもあなたの求めるものではない。あなたが拒むからです。この愛を受け入れればその呪いも解けるというのに。いいえ、呪いを解くより研究の邪魔をやめていただく方がよほどありがたい。それに憎んだり愛したりなどしている暇は私にない。それは命を無限に流れても変わらないのです。嘘つき、あの小娘とはそうでないでしょ。アマレットのことなら見当違いと言っておきます。あなたが邪推するような関係ではありません。しらじらしい、諦めたと思わないで。私はたとえ死を目の前にしてもあなたを思い切ることはできないのよ。先生、私お邪魔のようなのでこれで失礼いたします。はあ、びっくりした。悪魔にライオンの先生、それにあんな先生まで。ここは本当に変わった人だらけだわ。やるぞ。どんな新入りかと思えばお前がリレブラウね。何も言わず昨日見たことは速やかに忘れなさい。いいですね。では講義を始めましょう。降霊術は魔法の中でも神聖でありながら闇の法術の部類に入る。
それは恐ろしい死を扱いながら同時に神の奇跡である純然たる魂と精神に触れる術だからです。霊はまるで幻のようで触れることはできない。それはアストラルと呼ばれる特殊な存在で、この世にあってこの世の物質ではないからです。霊に襲われたならアストラルに影響する力で対抗せねば太刀打ちできないのです。リレブラウ、ここまではいいですか？はい。つまりアストラルには普通の物理的な攻撃は効かないということですね。また降霊術は悪魔族に優位に作用します。修練で消化した精神は悪魔の恐れる大いなる力の一部と同じ影響を与えるのです。悪魔が人間を堕落の道に引き込めるのは快楽と苦痛を伴う肉体があればこそ。故に肉体のない強い意志は悪魔の苦手となる。恐れず来なさい。彼らに引き合わせましょう。ここでは降霊術以外の魔法陣の使用を禁じます。渡したグリモアを開いてみなさい。希薄な魂たちを刺激して妖精の時と同じくマナを集めさせるのは知っての通り。そうして厳格な騎士の霊を呼び起こすのです。彼らほど頼りになり恐ろしい存在はいない。よし、集中するのよ、リレ。剣にかけて。
った元へ。忠誠を誓います。さまよえる魂、ゴーストよ、マナをたくさん集めて。エル様の言われるように、確かにお前は見どころがある。見直しました。よし、うまくいった。ちょろちょろしないように。その扉の部屋には危険な魔法陣が敷いてあります。特別に与えたそのグリモアをよく読むのです。そうすればさらに様々な霊との対話ができます。はい先生、一字一句逃さず頭に入れます。そこにいるのは誰？出てきなさい。お邪魔してますよ、オパールネラ先生。まったく趣味のよろしい部屋で。何の用？悪魔が涼しい顔をして私の部屋をうろつくのは気分のいいものじゃない。お茶をいただきに来たようには見えませんか。あの夫人なら波の不心得者が入り込んでも死神の法要でたちまち虜になるのがオチです。出て行け。ガンメル様の頼みがなければ貴様のような小悪魔当の昔に浄化している。その目論みは甘いと言わざるを得ません。悪魔の悪知恵に足元を救われますよ。これは何かの冗談ですよね。もちろん。下がりなさい、リレブラウ。アドボカート、侮るな。今ならばどんな悪魔でも調伏してみせる。ふん。いや、降参です。降霊術とは困ったものです。あなたは顔色の悪い友人を多くお持ちだ。さすが魔王、魂の器で封ずる資料使い。私の足を見てください。ほら、震えているでしょ。退散します。血気に流行る若造悪魔でもなければ賢くこちらを選択するでしょうね。魔王の封印にでも用があるのか知らないが、私の魔法陣は決してお前には破れない。嘘がお上手だ。うまくいきますかな。世の中は思惑通りに運ぶことなど少ないと来ている。誰かの恋も実ってはいないでしょう。すぐに自室に戻りなさい。分かったわね。さてと、やるぞ。ガフったらどこに行ったのかしら。何なのだろう、このとても嫌な感じ。心に引っかかるような、なんだか胸騒ぎがする。リレブラウか。探しに来たんだ、ちょうどよかった。ん？こんな夜更けに一体何のご用？まったくのんきなやつだ。騒ぎに気づかないのか。誰かがあいつの封印を解いちまったんだ。魔王カルバドスの封印を。先生たちはあいつのいる上の階へ行ったそうだ。魔王の封印、それってもしかして。
知ってる。犯人は悪魔のアドボカート先生よ。昨日オパールネラ先生の部屋に忍び込んでた。あの時は追い返したけれど。オパールネラ先生はやられちまった。魔王と一緒に封印されてた悪魔と相打ちになったんだ。え、まさか。なんてこと。アドボカートか。確かにあり得る話だ。それが本当なら先生たちが危ない。俺が先生にその話を伝える。お前はこの先の部屋に行って待っていてくれ。マルガリタがいるはずだ。他の二人も見つけたら声をかけていくように言う。リレー、20分待っても誰も戻らなければお前たちだけでも逃げるんだ。分かったな。いいか、逃げるんだぞ。リレー、あなたなの。駆け出し二人でなんとかなるのかしら。これは魔王の配下がここにも押し寄せてきてるの。ここを塞がれると逃げ道がなくなっちゃうわ。でもごめん、私限界ですわ。マルガリタ、はあ、なんでこんなことに。
リタ、どこ？よくやってくれたよ、彼女は。だが、この部屋にはもういないな。いや、もう塔にいる人間は君で最後になるな。あなたは？ご覧の通り、迷い出た惨めな怨霊。かつては魔王と呼ばれた者の慣れの果てだ。マルガリタを、どうしたの？子供の喉は細くて、指をはわすのにちょうどいい。この骨張った手でも最後の一息まで絞り出せる。恐怖に引きずっているな。無理もない。私に対抗できる魔法使いはもういない。私の首を取った裏切り者、我が盟友ガンメルも葬られた今では、ルジェの弟子もよく働いた。ギムレットを始末し、悪魔の契約を破棄させることができた。賢者の石は再び我が手に戻り、魔法王カルバドスの前に何の危惧もなくなるのだ。再び愚かなオーラを困らせてやることにしよう。まるで現実味がないわ、こんなの。真実を見ぬのもまた己を守る術だが、最後の瞬間には自分の愚かさを理解するのだ。聞きたまえ、諸君の弔いの鐘だ。リレー。ああ、カフ、別にどこにも行かないわ。そうか、先生が夜出るなと言ったことを忘れるな。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回ることがあるんだ。そうだな、あれは今夜みたいに静かな夜だった。ある男がそこの廊下で魔女に会ったの。その話、ここに来た夜にあなたから聞いたわよ。3日後に廊下で見つかったんでしょ。どこで聞いたのさ。オイラまだ話してないよ。だいたい来たのは今日だ。妖精を騙そうだなんて。あれ、私がここへ来たのは5日前じゃん。誰だ、こんな自分に。怖い魔女の霊かな。来たのはマルガリタ、まさか。はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。お前も長生きしそうにないタイプだな。魔女に捕まるまでわからないのさ。ほっといてよチビ君、夜の散歩をしたい時もあるでしょ。これは何かの冗談とかじゃないわよね。みんなして私を驚かそうと。さっきからおかしいぞリレー、大丈夫か。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんねリレー、助かりましたわ。ええ、私の方こそぼーっとしちゃって。お互い早く寝た方がいいよね。私も自分のベッドに直行しますわ。ガフ、本当に私今日ここに着いたの？
そっちこそ冗談ならあんまり笑えないぜ。寝ぼけるにも程がある。しっかりしてくれよ。